ロバート・クリッペンは、テキサス州、ボーモント出身のアメリカ海軍の大佐、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。スペースシャトルで4度飛行し、そのうち3度で機長を務めた。2006年8月26日に、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領から宇宙名誉勲章を授与された。フロリダ州マイアミ出身のパンドラリー・パケットと結婚しており、 結婚前からの子供を含む3人の娘がいる。テキサス州ニューキャニーのニューキャニー高校を卒業した後、1960年にテキサス大学オースティン校で航空工学の学士号を得た。彼はシグマガンマタウンのテキサス支部のメンバーであった。クリッペンはアメリカ海軍のアビエーションオフィサーキャンディゲートスクールプログラムを通して任命された。 1962年6月から1964年11月の海軍パイロットだった頃に彼は何度も航空母艦インディペンデンスの第72攻撃飛行隊に配属され A-4 攻撃機に登場した後にエドワーズ空軍基地のテストパイロット学校に通った卒業後は1966年10月に 有人機動実験室の計画に選ばれるまで、エドワーズ空軍基地に泊まって、教官を務めた。彼は1969年9月に NASA の宇宙飛行士に選ばれ、スカイラブ2号、スカイラブ3号、スカイラブ4号のミッション及び、アポロソユーズテスト計画でサポートを務めた。彼は1981年4月12日から14日に、 行われた最初のスペースシャトルのミッションである STS-1 ではパイロットを務め、その後の STS-7、STS-41C、STS-41G ST の3度のミッションで機長を務めた。彼はスペースシャトルの最初の飛行を経験した上に、最初の5人飛行、最初の人工衛星修理、最初の7人飛行も経験している。 バンデンバーグ空軍基地の新しい SLC-6 発射台から打ち上げられる予定だった。STS-62A でボキ長に指名されたが、このミッションはチャレンジャー号爆発事故により SLC-6 発射台が閉鎖されたことで中止になった。クリッペンは海軍を引退し、1992年1月から1995年1月まで、ケネディ宇宙センターの責任者を務めた。 彼の在任期間中にセンターは22回のスペースシャトルのミッションを成功させた。彼は1万3000人以上の職員を指揮した。彼はまた最高の安全基準に合う新しい品質維持技術を開発して25%以上の経費節減を行った。1990年2月から百九十二年一月まで彼はワシントン DC の NASA 本部で スペースシャトル計画の責任者を務めた。NASA 本部では彼はスペースシャトル計画全体の要求、能力、予算、スケジュール、内容等を管理していた。彼は1987年7月から1989年12月までケネディ宇宙センターの副責任者を務めた。クリッペンは 1996年12月から2001年4月まで ATK ランチシステムズグループの副社長を務め、スペースシャトルの個体ロケットブースターや、その他の軍事用、民間用の個体燃料ロケットの開発に携わった。ATK ランチシステムズグループに入社する前、彼は1995年4月から1996年11月まで、 ロッキードマーティン情報システムの副社長を務めていた。ありがとうございます。